ブライテン・ギュースバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバー・フランケン行政管区のバンベルク軍に属する、町村で、1100年に及ぶ長い歴史を持つ町。812年から830年の間の、皇帝の文書中にすでに、ハルシュタットの皇帝領に属す、グーシボックとして言及されている。名前の由来は、議論が分かれる。古い高知ドイツ語の群座という言葉で、 注ぎ込んでくる川を示したのかもしれない。しかし中心となる方ンデュースバッハは、小川に面してはおらず、ゴズバートや GTZ が原型であるとする説もある。現在の表記が初めてなされたのは、1750年からで、ある。19世紀半ばになって、初めて法的に正当と認められた。記述の通り、ブライテンデュースバッハは、9世紀の初めには、グーシュボックと呼ばれ、 ハルシュタットの王直轄領に属していた。ハイン・リヒ2世は1007年のバンベルク大司教区の創設に伴い、ギュスバフ派を含む王領をバンベルクの教会領として寄贈した。この町は13世紀の前半にはすでに独自の教会を持つようになり、1392年にハルシュタット小教区から分離され、独自の小教区が創設された。 1594年にはすでに村の構造が出来上がっており、その後数世紀の間、その構造は変わらなかった。学校教師、家事屋、理髪師、羊飼い、助産婦が村におり、賃雇いで仕事をしていた。村の集会所や、村営の家事屋、さらには、公営欲場まであった。三十年戦争の時代、スウェーデン軍の攻撃で百三十三年二月八日に、 ギュスバッハは、瓦礫と怪人に返した。1750年、現在の町の名前が初めて使用された。この町は、世俗化までバンベルク司教本部長に属した。1803年の帝国代表社会議主要決議によって、バイエルン領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令により現在の自治体が成立した。 第一次世界大戦は街の景観や農村の構造をほとんど影響しなかった。第二次世界大戦もこの街に大きな損害を及ぼすことなく過ぎていった。第二次世界大戦後、ゆっくりと、しかし確実に街の暮らしは変化していった。体育館が建設され、上下水道が設備され、浄水施設ができた。八年生の国民学校が開設され、 スポーツセンターも開館した。大規模な商業施設ができた。近郊型の保養施設も整備された。こうした設備は、活気ある街づくりに貢献している。1972年の市町村再編で、ホーエンギュースバッハが、1978年には、ウンター・オーベルンドルフとチュックスフートが、ブライテンギュースバッハに合併した。ブライテンギュースバッハは、小規模中心都市となった。 市中心部にあったかつての学校を1979年に改装した市聴者は近代的な行政管理を行っている。人口は約4700人が暮らしているが近い将来5000人台になると考えられている。最近10年間ほどの人口上昇は今後も継続することが予想されている。この町は公式には5つの地区からなる。このうち 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。銀字に青いベスト、青い膝元までのズボン、赤いシャツ、赤いハイソックス、黒い帽子を身につけ、右手に赤いバンドのついた黒い杖を握った農夫が描かれている。彼の左側面は赤に金色の横帯が入り、銀のポールがその一部を覆っている。杖を持った農夫の町章が定められたのは1796年に、 遡る。この人物はおそらく村の判事かあるいは村長であったと推測される。側面の模様はブライテン・ギュスバッハを治めた貴族家で15世紀に断絶したグスバッハ家の紋章である。ブライテン・ギュスバッハはハンブルクとニュルンベルクとを結ぶ連邦道 B4 号に面している。この他に連邦道 B173 号、修道2197号、連邦道 B279 号が街を通っている。ブライテンギュスバッハ駅で、かつてのルートビヒ南北鉄道の一部をなしていた、ニュルンベルク・リヒテンフェルス線からブライテンギュスバッハ、エーベルン・マロルツバイザッハ線が分岐する。ありがとうございます。